い、こんにちは、かけばらです。今日はセブンイレブンさんで購入してまいりましたメンチカツパンですねの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブン甘うまって読むんですかね、甘うまソースのキャベツメンチカツパン、税込み160円ということです。まず原材料名からご一緒にご覧いただきたいと思います。キャベツ入りメンチカツ、小麦粉、植物油脂、濃厚ソース、砂糖、マーガリン、卵、マヨネーズ、からし入り、半固体状ドレッシング、パン酵母、粉末水飴、食塩、脱脂粉乳、ホイパウダー、乳などを原料とする食品、ブドウ糖、pH 調整剤、増粘剤、調味料、あとはグリシン、なんて読むんですかね、酒なんとかカラメル色素に膨張剤、ココア色素、カロチノイド色素、なんすか、焼きなり CA、 間違ってると思います。ビタミン C に酵素、香辛料、香料ということですね。どこが作ってるんでしょうか。淀川区のパン工場で作っているみたいです。じゃあちょっと中身の方チェックしてみたいと思います。もうメンチカツは半分に切られちゃって中身が見える状態ですよね。結構でかいです。あ、これがからし入りのなんとかですかね。まあそうですね。それではセブンイレブンさんのメンチカツパン、お味の方をチェックしてみたいと思います。あ、うまいです。すごいですね。しっかりとしたメンチカツ、メンチカツ味って言ったらなんかうまいこと伝わらないんですけれども、お肉と肉汁と、あとは衣のところですよね。コロッケじゃないんですけれども、なんかジューシーな肉コロッケ食べてるみたいな感じ、プラスあとキャベツの風味も絡んできて、ドレッシングですよね。ちょっとピリ辛のドレッシング、からし入りなのでちょっと辛いんですけれども、それと一緒にもちもちパンと一緒に食べれるっていうテイストになってますね。めっちゃ美味しいです。ちょっともう一回チェックしてみます。めっちゃ美味しいですね。もうとりあえずこの上に乗ってるパンがすごい結構もちもちしてて、パサパサじゃなくて、あとは中のメンチカツの味もしっかりしていて、ソースがそうですね、ソースというか、普通のなんかウスターソースとかそんな味のソースじゃなくて、マヨネーズベースのからしドレッシングソースですかね。うまいこと絡んで、まあ、コロッケじゃなくてミンチカツも一緒に美味しくいただけるテイストになってますね。すっごい美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。